造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造りなど住宅建築の種類は様々ですが、中でも木造の建物を作る職人が建築大工です。この技能の世界で匠と呼ばれる域に達するために職人が習熟しておくべき技術、それはどのようなものでしょうか。この DVD では建築大工に従事されている皆さんの技能向上に役立てていただけるよう、東京マイスターに認定されている匠の技をご覧いただきます。熟練技能者ならではの技術を披露していただくのは片岡茂樹さんです。片岡さんには伝統の技法、化粧棒炭木を実演していただきます。炭木とは寄せ棟作りや入りもや作りなどの屋根の四隅に置かれる構造材のことですが、部材が複雑に組み合うこの部分を作り上げるには高度な差し金使いが要求されます。カンナ削りをするのには、まずカンナが削れるようになってないとダメなんでね。で、カンナというのはその今はほとんどこの二枚刃なんですね。この裏山と刃と、そしてこの台とで、まあ一つのカンナが構成されてるんですけども、この台もすごく重要で、平らでない材料も削っているうちに平らになるように作らなくてはならないということと、この刃、刃はもちろん、ちゃんと研いでないと削れません。で、このカンナはもう、完成されているもので、台と刃と、そしてこの裏刃と、これがあるとこう境目が立たないように削れます。木をきれいに削るということはこう表面上がすごくこうきれいになるんですね。きれいになるとそのほこりもつかないし、ほこりもつかなければカビも生えない、要するに木自身のその耐用年数が長くなるということで、きれいに仕上げたものを使うということが、化粧の材料としては、当然のことですね。そのきれいな材料を作るためにカンナをかける、そしてその道具をこしらえる。で、大工道具のというものは、買ってきてすぐ使えるものはありません。基本的には、大工が自分で刃を研いで台を鳴らして、使えるようにして初めて切れるようになると、少し削ってみます。これは化粧棒炭木の炭木なんですけど、今片面の山は取ってあるんですけど、もう片面の方が取ってないんで少し取ってみますね。カンナ掛けするのは手で引っ張るんじゃなく、よくカンナは肩で引くとか腰で引くとかと言いますけれども、手で引くというのはこういうことを言いますよね。手で引っ張ると、そうでなく肩や腰で引くというのはこうそのまま体重移動でこう引いてくるということですね。
まあ、炭火の山が今取れた状態ですね。では炭付けをします。炭付けをする前に、新炭を打ちます。新炭を打つのは炭つぼ、炭刺し、刺し金、刺し金で芯を出していきます。これは火打ち、柱、火打ちは上場下場新炭、柱は4面新炭ですね。よいしょ。あとは桁と、今3つの材料に、新炭を打ちました。で、一番最初に炭をつけていくのは桁からつけていきます。上場に切り炭、150が桁の芯、150、150、300。上場の基準の炭をつけていきますね。それから、炭火の落ちがかるところですね。150来たところ、
そこは、45度なので、あと目方も使うかな。ちょっと使うか。炭木の芯ですね。で、炭木自身が、72ありますんで、36。いきます。で、たぬきの幅が30なので、15。で、ここに火打ちがきます。で、火打ちが90なので、90の対角裏目45、90、振り分けです。で、火打ちの鼓動突きをつけます。で、火打ちは芯から20。で、今回の、炭木五寸勾配で桁上刃から、陶芸6ミリ上がりということなので、ちょっとその桁の断面をここに描きます。桁上刃を描き、6ミリ上がりが陶芸、そこに平勾配五寸勾配を書きます。これはたるき下刃になりますね。その時に焼く口焼きが12ミリ、24ミリですね、倍ですからね。その分の、口焼き等を取っていきます。炭木は対角に入りますから、それに対してまた45度で返ります。で、上刃の炭はだいたいこんなところですかね。ここから100伸ばし、切り墨と、はい、これで次側面いきます。外側の側面ですね。切り墨から
タシン、タルキシン、タルキの幅、火打ち芯と切り墨ですね。で、炭火の落ちがかりです。で、24mm、こちら側が半分、五寸勾配なので約12mm。で、たるきの落ちがかり墨は半勾配ですので10に対して5、半勾配20に対して5、10に対して 2.5。 で、落ちがかりの墨が45度のこの点からずっとこう同じく合ってないとどこかが間違っているということになります。それと、これから桁のねじ組み、桁幅、72なので36振り分けで、で、火打ち幅が30、で、桁のねじ組みの墨をつけます。桁幅ここですね、63 31.5 ですね。これは水平の墨ですね。水平の軽く書いておきますね。で、こっちは口分けの下で合わせます。76 38、6.5の誤差ですかね。下取り38、こっちが
31.5。この分の勾配になります。31.5、38、差は 6.5 ですね。この38、大きい方の38という数字をこっちの対角の逆の方に持ってきます。で、こっちは38足す 6.5。このような感じですね。同じ勾配でも 6.5 上がっている勾配、これねじ組っていうんですけど、決してねじってるわけじゃなく平面状になってます。ただ勾配が両方とも勾配がついているだけで、 31.5、38、38を逆の方に持ってきて、そこからまた 6.5 を上げてあげるということですね。この勾配のまま向こうに上がっていくということです。なぜそういうことをするかというと、通常だと相掛きといって同じ分だけ取っちゃうんですけど、これ相掛きやってしまうと上の材料は隅木分だけ取られちゃうんで、上の材料がちょっと上も下も取られちゃうんでね、かわいそうだということで、隅木を取った後その中を半分にして、なるべく均等に近いように持ってっていこうというんで、できたのがこのねじ組みということです。本当の化粧になるともう少し、変わったこともしますけど、一般的にはこういう感じでやります。ねじ組みの墨付けはこうです。で、こういうの場合下を取ってしまおうということですね。こういう感じの墨付けですね。で、今回はたるき下場と同じ分だけ墨木も、墨木の分を取る、墨木を取るということになってますんで、そのたるき、こちらの展望たるきに取るところですね。そっちの方も墨をつけていきます。桁の墨付けとしては、これがですね、桁と桁のねじ組み、桁と墨木の取り合い、桁とたるきの取り合い、桁と火打ちの取り合いです。これと、同じもの、左右対称のものをもう一つつければこうともう一本合うようになりますので、そのような感じで桁はつけます。これから、墨をつけた材料を加工します。加工するのに、ノコギリでノコ目を入れてのみで、描いていきます。じゃあタルキの、口脇から、目の位置で二面を見れるところ、それとノコギリと墨と目と直線状になるように、墨は残すように、墨残しで、で、のこぎりの前にもし、白引きで毛引きをするときは同じく墨を残すように、thank you。
ノコギリの刃でその景色の溝に入れるような感じで、ノコギリが正確に入っていると、ノコギリが入っているところまで、のみで取れることができますけども、ノコギリが入ってないとそこまでのみで取ることができなくなったり、ノコギリが入りすぎているとそれ以上にのみで取れてしまうので、ノコギリを、ちょうどうまいところで止めるということが、まあ、一つのポイントだと思います。側面を少しのみで綺麗にしてます。この時もこちらから取ってしまうと目によって逆の方が欠けてしまう時があるので、その木の目に逆らわないように加工していきます。こんな感じで隅木の落ち上がりの加工をします。ノコを入れて、ノコ目を入れて、その入れた分だけこうのみで取ると、ノコギリを入れすぎないようにすると、最終的にはノコギリの目がなくなると、ノコギリの目が入っているところまで、さっきも言いましたけど、のみがすごく取れやすくなりますので、ノコギリをいかにうまく入れるかというところが、ポイントだと思います。で、同じく今度は、ネジ組みのところの加工の下刃を研ぎます。書き取りながら、この木自身の芽がどういうふうになっているかとか、どちらから書き取った方がうまく取れるかとか、そういうのを見極めながら、どこにのみを入れていくかを考えながらやります。このような感じで、同じくノコ目を入れて、のみで書き取ります。この時も大きく書き取る時なんかは、特に木の芽をよく見ないと、書き取りたくないところまで書き取れちゃう時があるんで、その先に手前でのみを入れてみて、この木がどういうふうに書けるか、この木の芽は年輪はどのような感じになっているかということを考えてのみを入れてもらえると意外と楽に加工できると思います。これから、加工したところのちょっと仮組みをしてみます。ネジ組みのところですね。少し木下ろしします。原野はこの丸い方の木殺し面を使って少し叩いて潰しています。
これネジ組みの取り合いですね。この時に墨が、みんな合っているかどうか、桁の墨がずっと墨切りに乗っかってこう通っているかどうかをちょっと確認します。大体いい感じになっている感じですね。墨切りと柱が、柱の取り合いをちょっと見てみますね。墨切りと柱の取り合いというのは、まあ、こんな感じで、柱に、墨切りが刺さるような感じ でまだ、花線の加工はしていませんけど、このあと、加工して花線で墨切りを止めるような感じになります。これから、下穴切りで揉んであるものを、組み立てていきます。ネジ組みから組み立てます。火打ちに、柱を入れ込みます。柱に炭火を入れます。この状態のまま、火打ちと一緒に炭火を下ろしていきます。火打ちと桁を、固定します。たるきをつけていきます。たるきの芯と桁の芯を合わせて、
化粧防水の組み立てが終わりました。